コスタンツオチャーの旧軽巡洋艦は、イタリア海軍が計画した軽巡洋艦で、共同型第6グループである。1939年度、1940年度海軍整備計画により1隻ずつ、計2隻の建造が認められた。本級は、イタリア海軍が1939計画と1940年計画で、共同型軽巡洋艦を1隻ずつ、 計2隻を調達することを目的としたクラスであったが、2隻とも1940年6月に未気候のまま建造中止となった。ネームシップの艦名は、井戸戦争と第一次世界大戦時のイタリア海軍の軍人コスタン・ツォチャーノで、息子のガレア・ツォチャーノは、ベニート・ムッソリーニの娘、エッタ・ムッソリーニと結婚していた。2番艦の艦名は、 第一次大戦時の海軍軍人で魚雷艇攻撃で戦果を挙げ、1918年にオーストリアハンガリー帝国海軍の土球戦艦、セントイシュトバーン撃沈に貢献したルイージ・リッツを候補としていたが1940年にベネツィアへ変更された。本級のモデルとなったルイージ・リサボイア・デュカ・デリア・ブルッツ休憩寿命艦、ジュゼッペ・ガリバルディ。戦後の改造で、 ビットリオベネット級に準じた環境に改装されていた。本級はルイージ・ディ・サボイア・デュカ・デリア・ブルッツ級の改良型で、環境構造はビットリオベネット級戦艦に準じたものとされる予定であった。本級の戦隊形状はイタリア近代巡洋艦伝統の朝鮮首労型戦隊で、艦首から全艦板までの還元はほぼ水平で、本級の量波能力はあまり重視されていないことを、 うかがわせる。監視看板から本級より、1934年型15、2センチメートル砲を1番砲塔を3連装砲塔に、2番砲塔に、連装砲塔に収め、1.2番手砲塔を背負い式で2機、円筒を積み重ねたような塔型環境の背後に2本煙突が、立つ。2番煙突の背後が関西機の運用スペースとなって、おり、 射出型パルトが左右に1機ずつの計2機が配置された。なお、環境と水の左右に、1928年型 10cm 広角砲を連装砲画で片元2機ずつの計4機あり、その連装広角砲に挟まれるように 53.3cm3 連装水上魚雷発射管を片元1機ずつの計2機を装備した。後部マストを基部として、 クレーン1機が付いており、後部マストの左右が関西艇置き場となっていた。後部甲板には、連装砲型の3番手砲塔と3連装砲型の4番手砲塔が、後ろ向きに背負い式では位置された。手砲は、新設計の1934年型チメ2トル砲を採用した。性能は、 重量5 0ラムの鉄鋼弾を最大行四45度で25,740メートルまで届かせる能力を持つ。この砲を連装砲塔と3連装砲塔に収めた。不要能力は、行四45度、不覚五度である。旋回角度は、戦体守備線方向を0度として砲塔が左右120度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分4から5発である。広角砲は、アンサルドオート九百三十九年型九センチメートル広角砲を採用した。この砲は近代化改装後のカイオ海イリオ級にも採用されている優秀砲である。その性能は、重量十キログラムの砲弾を行四十五度で一万三千メートルまで、 最大行角75度で最大車高1800メートルまで届かせることができた。砲画の不行能力は行角75度、不角5度で旋回角度は減速方向を0度として左右120度の旋回角度を持っていた。手砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ補助に人力を必要とした。発射速度は 毎分12発である。機関砲類は増強され、ブレダ社製、1938年型 37mm 機関砲を連装砲がで4機、1935年型 20mm 機銃、を連装砲がで6機、対艦用として 53.3cm3 連装水長魚雷発射管を2機装備した。機関配置は、イタリア近代巡洋艦伝統のシフト配置である。 機関配置は全球と同じく、ヤーロー式水管管発機に、パーソンズ式ヤードタービン2機二軸と、組み合わせ最大出力は11万5千馬力で、速力33.0ノットを発揮する計画であった。元来、軽防御が特徴であったイタリア系寿命艦は、本級で、一応の防御能力を与えられた。原則走行隊には外側には、 敵弾の非防破壊用の 30mm 装甲が貼られ、その内側に湾曲して 100mm 装甲板が貼られていた。主にバルジと対弾効果を狙ったものであった。水戦部装甲の上端は主艦パ板と接続されており装甲は 45mm であった。他に主砲塔は最高圧で 140mm 装甲が貼られた。ありがとうございます。